皆さん、こんにちは。カメラ部 TV のダイです。今日はですね、前々からやりたかったネタがありまして、コンパクトデジタルカメラのネタです。ソニーさんの RX100 シリーズっていうのがありますよね。なかなかディスコンしないのがソニーさんの特徴なんですけども、この RX100 シリーズって5機種が現行商品なんですね。で、多分買おうと思っている方は、どれを買えばええねんって感じで迷ってると思うんです。 なので、えー、まあ他社もいろいろありますけども、えー、今回は RX100 シリーズに限定して、どういう方がどれを買えば幸せになれるかっていう、えー、視点でお届けしようかと思います。それでは早速始めますが、まず外観からのお話し,しますね。で、RX100-2 だけがホットシューが付いていて、EVF が内蔵できてないんですね。で、ちょっと少し違いますけども、他の4機種はほぼ同じ形をしてますね。 デザイン的にほぼ共通です。で、大きさもレンズの違いで厚みは違いますけども、縦横サイズは横幅が101.6ミ、mm、リ、高さ58.1ミ、mm、リで全く一緒なんですね、えー。これは逆にソニーさんのこだわりで偉いなと思う部分ですね。なかなかここまで一緒にするのは企画者であったり開発者の強い思い入れがないとできないことです。 えまあ、ついつい1ミリくらいやったらまあ、ええか。なんて思ってしまうものなんですけども、そこをグッとこらえて頑張ってますね。では、それぞれの機種を説明していると時間がないので、仕様別に比較していこうかなと思います。で、まずセンサーですけども、センサーサイズはすべて1インチの CMOS センサーになります。で、画素数もすべて一緒で20メガになりますね。2000万画素です。 違うのが種類で2と3は普通の利面照射センサーですね。で、5、6、7は利、えー、面照射の積層タイプになっています。で、積層になって何がいいかというと読み出しが早くできるんですね。読み出しが早いと何がいいかというと、新モセンサーの難点であるローリングシャッター現象っていうのが小さくできるんですね。つまり動いているものを撮ると、 こう、歪んで斜めに映ってしまうというような現象を小さくできるということですね。もちろんメカシャッターを使えばその現象というのは起きないんですけども、電子シャッターを使うとそれが起きちゃうので、こういうふうに利面照射プラス積層タイプということで読み出しを早くすることで斜めになるローリングシャッター現象っていうのを小さくしています。 で、この積層タイプになったからといって特に感度が良くなるとかっていう話はありません。そのため、オートイソ感度の最高感度は全て一緒で12,800になっていますね。では次にレンズです。で、レンズの開発っていうのはすごくお金もかかるし、時間もかかるので、コンパクトカメラの場合は、まあ数機種使い回すっていうのがまあ普通ですね。 ですから RX100 シリーズでも2機種使い回していってます。で、RX1002 は初代の RX100 と同じ28100の F 値1.8から4.9ですね。そして RX1003 になって、さすがに広角が 28mm では辛いので、24mm スタートに変更してます。 ただ、当時の技術では、望遠側を長くできなかったと思われるので、70mm で止めて24、2470の F1.8 から2.8になりました。このレンズは RX3 と4と5に使われてました。ただ、RX100 の4というのは今もう生産終了になぜかなってますね。 次に RX100 の6になるときに望遠側を200ミ、mm、リまで伸ばしているんですけども F 値を広角側も暗くして2.8から4.5になりました。ここはちょっと残念なところですね。ただこの大きさで24ミ、mm、リから200ミ、mm、リまであれば、まあ、運動会以外ならほぼ何でも撮れますよね。このレンズは最新の7にも入っています。 そして、手ブレ補正は光学式で全てのレンズに入っていますね。で、光学式というのは光学系の一部を上下左右に動かして、ブレを補正する方法です。では、基本性能に移りましょう。で、エンジンは3からビヨンズ X になってずっと一緒という風にカタログスペック上はなっています。ただ、同じ型番を明記してますけども、 増面位相差 AF 対応とか、コントラスト AF の点数が増えたりしているので、おそらく5と7で進化しているんじゃないかなとは思います。少し AF の話触れましたけども、2と3はコントラスト AF だけです。5と6と7は増面位相作が入ってます。7はコントラスト AF 点が25点から425点に劇的に増えていますね。 ま、AF 点が多いと、カタログスペック上はよく見えるんですけども、即拠点が多いから AF が正確で速いというわけではなくて、AF のアルゴリズムとレンズの駆動制御が、ま、いかに優秀かで決まるものです。なので、まあ、この点数ばかりをあまり気にしないで良いとは思います。そしてその AF 速度ですけども、2と3では書かれてませんね。 コントラスト F の数値は、えー、書きたくないのかもしれませんけども、書いてません。で、5と6と7に関しては、増名に操作が入ったので、新しいものほど速くなっていますね。それぞれ0.05秒、0.03秒、0.02秒と速くなってますけども、まあ、体感できるほどの違いはないとは思います。 それよりもどんな被写体に強くなっているかの方が重要なので、まあ気になる場合は買われる時に2と3も含めてお店で確認する方がいいと思います。まああまり数値に惑わされないでくださいね。えー、新しい方がそれはいいやろうと思いますけども、被写体によって一概にそうとも言えない場合もありますから確認するのがおすすめです。次にシャッターですけども、メカシャッターはすべて1 2000分の1秒が入っています。 で、レンズシャッターとしては早い部類に入りますね。これ以上早くするのはレンズシャッターでは物理的に難しい領域に入ってきます。で、電子シャッターは先ほど言ったように積層型になって4から搭載されています。ただ4はもうディスコになってますから、今変えるのは5からになりますね。 で、三2二千分の1秒の電子シャッターになってますけども、これは一眼のミラーレスと同じシステムになるので、実質的に受講している時間というのはもっと長いです。で、これは別の動画で解説しているので、興味ありましたら見てください。上の方に出るようにしておきます。次に電車速度です。2と3は10コマパー秒。で、5と6は24コマパー秒。で、7は20コマパー秒になってます。 で、7で遅くなっているのは、レンズシャッターの駆動時間のせいかなとは思います。ま、目活合なのか制御つこなのでしょうね。で、まあ、20コマも24コマも大して変わりませんし、電車って特殊な用途でない限り、まあ、それほど使うものでもないですよね。だからこの辺の数字も、えー、自分の使用環境に合わせて、考えてください。数字が高ければええよっていうもんでもないですから。では続いて観察系ですね。ファインダーを置きますね。 2だけは内蔵されていません。別売では用意されているようですね。なので、ファインダーが絶対欲しいという人は3以降にした方がいいです。で、また RX1001000 倍特許のポップアップ式で普段は隠れて見えないようになっていますね。スイッチでポンと、えー、上に上がるようになっています。そして見え味を気にされるのであれば5以降の236万ドットの方がいいとは思いますね。次にモニターです。 で、稼働の方法は3以降は上方向に180度回りして自撮りできるチルト式になってます。で、自撮りしたい人は2は向きませんね。で、ドット数ですけども5までは123万ドットなのに、六、えー、6と7で92万ドットに下がってます。なんでやと思う方も多いと思いますけども、モニターのデバイスっていうのは小型液晶屋さんから買ってくるのが普通です。 ですから、液晶屋さんがディスコンしてしまえば、似たような大きさのものから選ぶしかないんですね。えー、ですから、他社でも同じようなことが起きているかなと思います。そして、次、フラッシュですけども、すべてのカメラに入っています。そして、コンパクトデジカメでは、フラッシュってやっぱり欲しいんですよね。 カメラ単体でフラッシュが入っていてくれる方が別で持っていく必要もないですし特にスローシンクロであったり日中シンクロなんてちょっと小技を使う時にもカメラ単独で使えることが、まあ、コンパクトカメラのメリットですで次に動画ですねで2は AVCHD しかないので PC での編集などはもう諦めた方がいいですで少しでも編集したいなら3以降 また 4K で残したいなら5以降にしてください。さらにコンパクトカメラだけでもログ撮影なんかして、ルックアップテーブルを当てて、ちょっとプロっぽい撮影をしたい、なんていう時には、6か7になってしまいます。さらにさらに音声も外付けマイクで綺麗な音を取りたいっていうんであれば、もう7しか選択肢はなくなります。で、次に IO 関係ですね。インターフェースです。 通常のジャック関連は全て一緒です。ただ、7でも2019年発売なので、USB は Type-C には対応していません。えー、Wi-Fi は3からしか対応していないので注意してくださいね。次に USB のパワーデリバリーです。えー、つまり USB での充電、給電についてですけども、3までは、2、3ですね、は充電のみ可能です。 で、5、6、7は給電もできるようになっています。結構早くから対応しましたね。次に記録メディアですね。つまりカードのことです。すべてメモリースティックデュオと SD との両対応になっています。口は一つですよ。両方差し込むことはできるということです。で、未だにメモリースティックに対応しているというのも、まあ出した責任というのを持っているということでしょうけども、うん、もういいのではないかなという気もしないではないですね。 えー、ソニーさんはですね、ベータの頃、えー、ビデオのベータですね、とかメモリースティックで、えー、ま随、あ、分勉強されたみたいなので、えー、そろそろ SD だけでもいいかもしれませんね。それはさておき、バッテリーですが、えー、シリーズが共通使用できるっていうのは、これは素晴らしいですね。 機能の拡充とともに電力具位になりますから、ついつい新しい電池を起こしたくなるもんなんですけども、省電力化というのを率先しているところは非常に好感が持ってますね。次にサイズですが、冒頭にも話したように、縦横サイズはシリーズを通して全く同じです。そしてそのサイズも0.1ミリ単位まで合わせているっていうのはもう執念と言えるレベルかなと思います。素晴らしいです。 でただ、まあ、レンズが変わるので、厚みが多少変わるっていうのは、これは致し方ないですね。ということで、えー、まとめとして、それぞれどのような方が変われると幸せになれるかっていうのを、まあ、独断と偏見でお話ししておきます。まず、とにかく、今時綺麗な写真が撮れればいい。スマホに送ることもないし、動画も撮ることはほぼないだろう。と言われる方は、RX100-2 を変われることをお勧めします。そして次に、 綺麗な写真は撮りたいけど、動画はフル HD でいいよと。そんなに 4K までいらないよと。で、少しはボケ感のある写真もいいかなって言われる方。こういう方は RX1003 をお勧めしたいなと思います。で、次にペットなんか動くものも撮るかなと。そして動画もそれなりに撮ってみたいし、スローモーションなんかも面白そうと思われる方であれば、RX100 の5を買うことをお勧めします。 そして次に子供も撮りたいから望遠も欲しいな。4K 動画で残したいな。とりあえずでも1台で全部やりたいな。って言われる方は RX の6、6をお勧すすめします。そして次に動画を少し真面目に撮ってみたい。そしていい音で撮ってみたい。そして写真も1台で済んでしまえば嬉しいな。というような方は RX100 の7をお勧すすめします。 で、まあこんな感じかなと思うんですけども、選択肢の幅が多いっていうのはいいことだけども、まあ初心者の方には何に注目して選べば良いかわからないですよね。で、カタログ見たらいいことしか書いてないですから、なかなか選択するには難しいかなと思います。で、他のメーカーさん、例えばキャノンさんであったり、ルミックスさん、ちょっとマニアックなところでリコーさん、まあ高いですけど、ノスタルジックな富士山などもまだまだたくさんあります。 で、お値段もピンキリですけども、コンパクトカメラっていうのは、1台持ってると何かと便利なので、まあ、おすすめかなというふうに私は思ってます。なので、私も久しぶりに、えー、アのコニカミノルタの X1 を今充電してます。ということで、今日はこれぐらいにしたいなと思います。では、バイバイ。